です。やそばそうです。田中です。田中です。家康です。はい、どうぞよろしくお願いいたします。こたびは、皆様、武将能力テストをしたいと思います。武将能力テスト？武将様に必要な5つの項目をテストしたいと思います。ほう。はい、各種目、1位は5ポイント、2位は4ポイント、3位は3ポイント、4位は2ポイント、はい、5位は1ポイントがつくということで、最終的には合計点の点数で、その1位を競っていただこうと。誰が一番優れた戦国武将かということだ、ね、はい、そうなんです。よし、はい、じゃあやってみっか。はい、では、1種目目、参ります。はい、ではまずは、反射神経をテストしたいと思います。武将たるもの切り合いはたくさんございました。が良くないといけないということで、うん、こたびはこちらを使ってやりたいと思います。木刀でございます。この木刀をですね、上から木刀を上から落としまして、掴んでいただきます。皆様には掴んでいただきました時に、この木刀の先端から掴んだ時の小指までの長さを測りたいと思います。こうしといて、はい、落ちたのをパッて掴んで、はい、この長さってことね。さようでございます。はい、短ければ短いほど1位でございます。なるほどね。よし。はい、皆様には頑張っていただきたいなと思います。おう。よし。はい、では1人目は井伊直政殿のチャレンジでございます。まあ、負けんよ、はい、他の方々は三河のね、三河武士でござる、わしは遠州の武士でござるが、もういやいやいや、ちょっと待っていつ落ちるかわからんからね。いつ落ちるかわからないです。皆様もあの妨害して大丈夫です。はい、大丈夫ですよ。昼毛は昼毛何食べるの？どこ行ったらいいの？カップラーメンとかに行こう。うまいな、今ちょっと早い、長さ測って、はい、測りますね。あ、25だな。そう、うん、皆さんに対して言いたいこと、あれ1個でしたっけ。29 17でございます。すごいな、ざっくり。よっしゃー、見せてよかった。0は何だよ。右が何だっけ、右が何だっけ。あ、あれ誰ですか。おお13。よーし、これで1位。1位でございます。あ、まあまあ、もう好きなタイミングでね、握っていただければいいんです。好きなタイミングで今握る。外がね、すごいあの無邪気に笑って。おー、20、はい、20。腕力ね。はい、腕力、まあ皆様武将様でございますので、うん、戦う時力も必要でございます。もちろん。ということで、腕力を腕相撲で測りたいと思います。腕相撲か。はい、ほう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 。で、第1回戦はこの音坂井殿に戦っていただこうと思います。わかりました。無理だよ。体格、いやいや、もう殿に勝てないと思いますけど、精一杯やらせていただきます。不戦勝はいいの？ダメでございます。期待精一杯あります。胸を貸してください。バーカ。よし、では全身中、全身中、レディーゴー。あーおーあー、さようなら私の右上。おーゴー。
続いては教養判断力テストでございます。教養判断力テスト。武将様といえば皆様をまとめたりとかしないといけませんので、頭が良くなくてはいけません。ですので常識クイズを出そうと思います。10秒以内にご記入をお願いいたします。10問ございます。結構あるな。第1問、日本の初代総理大臣は誰？いきます。10、9、はい、はい、できましたか？はい、はい、ではボードをお見せください。じゃん。お、父上だっけ？違いますね。小泉。小泉いつの話ですか？郵政民営化の？その頃蘇っておらんので、ちょっと。わしらもじゃねえ。みんな人だよ。けど、蘇って最初に知るべきことだろう。そうですよ。正解は、伊藤博文さんでございました。8番の資質でございます。兵庫県でございます。記憶力テストというものはですね、これから私がある写真をお見せします。10秒間見ていただきまして、後に3問問題を出しますので、はい、お答えいただきたいなと思います。よーい、スタート。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ありがとうございます。よし、本田忠勝殿は向かってどちらを向いているでしょうか？これは目の向きでございます。はい、お答えください。向かってかこう見てどっちかっていう。はい、そういうことです。向かって左。正解でございます。よっしゃ、おー、よかった。あと2問ございますね。本人だからね。確かに。はい、続いて、はい、はい、2問に参ります。はい、井伊直政殿が水色。正解は赤です。あー、大政だから赤にしてあったのか。あ、そんな感じかもしれんな。でも、あれ、最後の問題でございます。上に下がっているはっきりと見えたスカーフの数は何枚でしょうか？もう勘でも良いです。さあ、何枚だったでしょうか？11。正解は15枚でございます。ですので、トンノは1問正解でございました。続いては度胸試しでございまする。戦いをする上で度胸は大切でございますね。こたびはこれを使って戦っていただきたいなと思います。では坂井殿、お願いいたします。これわしのカラクリじゃないですか？さようでございます。次はこの精密機器、取りました。カラクリ機をどのぐらいギリギリまで落とすことができるか。安心してください。皆様のカラクリも縛ってあります。これを落としていただいて、紐を持ってどのぐらいギリギリまで持っていくか。なんで話せないんですか？地面から。そうです。え、ここでやるの？あ、ここではございません。木の裏側にお願いいたします。はい。向こう側ね。はい、向こう側です。一
披露していただきまして、私ご用意いたしました。なんとじゃじゃーん、じゃじゃーん、立っていただきまして、そこからこちらの石に落としていただこうと思います。榊原康政殿の挑戦でございます。ではご自身のタイミングでお願いいたします。いきます。おお、継続、はい、継続、はい、継続いきます。26センチでございます。26センチでございます。すごいな。いやでも思ったほどいけないですね。怖い。ここでやるの。あー怖い。あー25センチでございます。おー、まあ、あーだめ。30センチ。うわ、1番。いやいやいや、ちょっと楽しみだ。おお、決めました。どうだ。さあ、何センチでしょうか。お、10センチでございます。いや、まあ、でも。5センチ。うわー、たー、すごー、きたー、ね、さすが天下の汚いですよ、だから。結果発表か。はい、結果発表に参りたいと思います。はい、では第5位から発表したいと思います。5位、合計点数10点でございます。榊原康政殿でございます。でしょうね、でしょうね。度胸あるな。度胸あるって言うんですね、これ。全然動じない。まあ、すごいね、度胸ある。違うじゃん。まあ、わしは勝った。さあ続いて第4位というか3位がおっぱさたいらっしゃいますので、まず1人目、16点、本田忠勝殿。え、戦国最強。戦国最強。まあ、でしょうね。教育委員ってな。次からこのそれにしようよ。あの、なんか東洋2点。本田。うわ、屈辱ですよ。難しい。16点。もう一人、徳川家康子。教養5点なのよ。次は1位の発表に参りたい。なるほど。合計点数21点、すごい。酒井忠次殿。おりました。すごいな。おりましたよ。21点。反射神経、腕力、これ両方1位だね。そう、上位だった。それとして教養と記憶力5-5だったんで。おー、ね、え、何点なの。直政殿は17点でございました。意外と差ついてますね。あれ、1ポイント差。あ、そうか、3位と。はい、3位。あ、何の。なんかでも酒井殿が今回1位でしたけど、じゃ全国で見たら1位どこなんで試したい。あー、良いですね。よろしければ皆さんね、全国で武将能力が一番高いの誰か知りたいじゃないですか、はい、気になりますね。やっていただこうと思います。以上、武将能力テストでございました。ありがとうございました。いや、稲も大概だけど。いや、そうですよ。最後なんでこのやらせる。最後のやつは何と。すいません。最後までの閲覧、誠に大義である。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。徳川家康、さらば。